中さん、陽子さん、何やってんの？今の顔面白かったよ。どかさないでよ。もう2時過ぎてんだよ。だって仕事終わるまで帰れません。もう帰ろうよ。じゃあさ、ちょっと静かにしててくれない？そうしないと仕事終わらないんだけど。15分仕事終わるまで早くしてよ。じゃあだから相談したんなら早く静かにしてください。うわ、すごいね、これ散らかっちゃって。何も触らないでね。あれ、うわー、姉ちゃんまだこの写真持ってたんだ。触らないでって言ったじゃん。ねえ、昔さ、いっつも同じ服着てたじゃない？で、私子供の頃から大きかったじゃん。だからよく双子に間違われたよね。いいよ、ちょっと5分静かにしてるって言ってなかったっけ？なんかさ、よくいじめっ子にさ、私がいじめられた時にさ、泣きながら帰ってきたらお姉ちゃんが怒って。ねえ、静かにしてって言ったの聞こえてないの？同じ服でさ、その子のとこ行ってさ、やっつけて帰ってきてくれたよね。ねえ、静かにしてくれないと帰れないんだけど。懐かしいよね。おかしいとかじゃないでしょ。みんなだって友達とかさ、双子だと間違ってるからさ、どっちがどっちとか分からなかったんだよね。誰もそんなこと言ってないよ。間違ってなんかないでしょ。だってお姉ちゃんよくいじめっ子をつけてくれたじゃん。静かにしてって言ったじゃん。いいよ、そんなに帰りたいなら帰ろう。どうしたの？何やってんの？早く帰ろうよ。帰りたいって言ったじゃん。どうしちゃったの？ねえ、you